女心が鈍い定一くんが悪いのよ。悪くないですよ。また皆さん売れかが。ねえ定一くん、これ見てくれる？今日はプラつけてみたんだけど、可愛い？なぜそんなことを聞くんですか？だって女心に鈍くないんでしょ？そっかそっか、私のこと気になるんだ。じゃあ見せてあげよっか。なんですか一体。私の時代の制服見せてあげようと思って。幽霊なんだから一瞬でパッてって姿変えたりできないんですか？どうやって？あなたにできないことは。何を？今は好きにさせて、きっといずれは見ることすら叶わなくなるから。それって、私はあなたの見る幻、階段だけでは足りないの。それは現実じゃない。よくわからないですけど。どうする？夏服どう？もう暑いでしょ。だから私も気をつけなきゃ。僕もう行かないと。それじゃあ後で。風邪ひいちゃう。ゆうこさんが悪霊だなんて。ねえ大地くん、いつも見られること意識してなかったから、つい。チャンスはこれでおしまい。チャンスって手でいいわ。定一くんから握って。思うものが見えてしまう、そんな場所になるの。幽霊そのものを怖がらない人には意味ないんだけどね。いや、ねえ、私準備できてるよ。何をだやることは一つでしょ。それだけ食べれば十分ですよ。ダメよ、まだラーメンバーガーとおやつとクレープとリンゴも食べてないもん。はいはい。あいつ急に体にガタが来たんだろう。すごいシュートだったからな。狭いな。そうでしょうね。定一くん、ここ間違ってるよ。はい。記憶力いいでしょ。同じ授業何回も聞いてただけでしょ。昔のことを思い出せないんだし。いいの、私は今を生きる女だから。生きてないでしょ、幽霊なんだから。あれから全…ゆうこさん、ごめんなさい。また触ってくれた。初めて触れてくれたところ。ゆうこ、もう黙ってたらつまんない。いいじゃない別に。それよりさっきの続き好きって言って。どうして？言ってくれないとテストの答え教えちゃうわよ。私正解見てくれるんだから。なら言って。ここからおしゃれしなきゃ。でもそれサイズ合ってないんじゃ。何よ、私が太いっていうの？ああ、いや、そういう意味じゃ。危ない。何くれないよ。ごめんね定一くん、痛かった？いえ、僕が悪かったですし、というか、なんだか嬉しいです。え？